こんにちは、アリです。今回ですね、新キャラの花嫁ハク使っていくんですけど、この子のスキルがですね、リムドラ形式で、2体入れたらループするんですけど、2ターンの間操作時間と最大 HP が 1.5 倍ということで、これ操作時間がループするのも強いんだけど、これ最大 HP 1.5 倍になるのがガチで強いなと思って。でも、闇属性には、この子とね、似たようなスキルのやつがいて、それは誰かっていうと、この柴達也&美雪なんですけど、この2体入れたらループして、2ターンの間にコンボッカさんダメージ軽減ループ、ループになるんですよね。いやこれが強いなと思って、こいつも。でこれね、闇属性のサブにおいて、いやこれどっちの方が強いのかなと思って、もうすごい悩んだんで、これ両方とも入れて遊んでいこうか。それじゃあ早速新百式やっていくんですけど、でまず禰豆子がリーダーと、この場でまさかの禰豆子がリーダーなんですよね。これぐらいしか噛み合うやつがいなくて、でリーダーチェンして遊んでいきます。でこうまずはハク打ちます。ハク打って、で、これ打とうかな。これ打って、で、禰豆子打ちます。オッケー、禰豆子打つ。で、ハク打ちます。で、からの、どうしようかな。これ打って、で、シバン、タツヤ&ミユキで、軽減ルームを指導しちゃいます。で、これ、またしても打っちゃう。で、これ、なんか、いっぱい打っちゃう。いろいろ打つ。オッケー、これ打って、で、シオン打っていきます。オッケー、さあ、これでやっていこうか。で、これ、回復エルージあるんだっけ、このバティ。あります。オッケーさ、あるんで、そのままやっていこう。で、無効管組もうかな。これ、完全にね、なんだっけ、こう、名前が出てこない。そう、ハクの、なんだっけ、あれ、ガン無視してるんですけど、これ、なんか無効管通めっちゃ組めるな。そう、ハクのね、副属性とか、あれ、めっちゃ全部無視してるんですけど、このバティ。で、こんなんでいっか。いや、こうだね。こうだね。うまいんじゃない？これで。これはだいぶ火力出すでしょ、このパーティー。両方とも回復エルジあんのか。いや、あるね。これで二人の火力見てください、これ皆さん。これだいぶ火力出すと思います。これで火力が、うわぁカンストカンスト、さあ、最強パーティー作っちまいましたね。これ耐久値やばいことになってるんじゃない？知らないけど、これね。なんか耐久値計算しようかなと思ったんだけど、あまりにも、数学が弱すぎるということで、諦めました。オッケー。で、禰豆子も溜まってると。これつ、これどっち先打ちするのがいいんだろう。柴田津谷美雪先打つか。で、からのこれって、これ多分この順番ですよね。ハクの副属性で攻撃したいんで、これで残します。で、あ、いいね。めちゃめちゃ色ある。じゃあここでこう組む。いいじゃん、マジ。噛み合いがやばいよね、これ。これ最初さ、これなんだっけ、待て、ごめん、待て。ちょ、待て、一回パズルさせて。一回パズルをします。よし、これで。そう、最初ね、この相方はシオンでいいやと思ったんですよ。これ、両方とも噛み合わないんですよね。ハクが、この自分の属性分を消した時に、軽減とか、攻撃力上がるみたいな条件なんですよ。で、柴達也&美雪が、なんだっけ、なんか76リーダーであんまりリーダー隙が強くないんですよね。だから、とりあえず、ダブル吸収枠でリーダーはシオンでいけるじゃないですか。これ、闇回復で消すだけの簡単なやつなんで。でも、ケバカク回復枠で全然いなくて、もうすごい。時にはすごく悩んで。もうなんかね、街に繰り出しては、なんか知らないね、なんかおじいちゃんとなんか、談笑したりして、すごい悩んでた時期もあったんだけど、いや、これよくねみたいな。禰豆子を見つけた瞬間にね、世界が広がった、マジ、なんかビューティフルワールドって感じ。こんなんでいいか。よし、こんなんで。よし、いいね。回復エネルギーも組んだし、普通の色も消した。まあ、ハクの火力はこれではどんくらいなんだろう。あんまり火力出ないから、これだったら。いや、でもいいんじゃない、いいんじゃない、これぐらい火力出してたら。いや、負ける気がしないんだけど。マジ、すごい。耐久値エグいもんな、このパーティー。ね、ガチ耐久値エグいと思う。さあ、この、なんか、なんだっけ、あれをいろいろしてくれるやつも、これで耐えれます。さあ、耐え切っちまいますよ。よし、で、ここも、柴田ちゃんとミユキ打つ。ミユキ。カルハクって、いや、ガチ楽しすぎ。このパーティーガチでおもろい、みんな。みんな真似していいよ、マジ。どうしようか、ここ。無効管組むじゃないですか。まあ、ただ、あれだね。なんだっけ、ドロップがすごい見えにくくなってる。いや、ここは、なんだ、今、なんか一瞬なんか旅行行ってた色が。待って、なんかすごい、バカタレ。待って、これ、やばい、みんな。これガチまずいっす。あー、ちょっと惜しいな。回復エルジも組みたかった。これ回復エルジ組めたらこれワンチャン完走したな、ハク。わー、ミスったな。まあ、これで回復は。
でもまだ行ってるね。いやだいぶ行ってるよこれ。だいぶ行ってる方ですよね皆さん。ちょっと褒めていただきたいガチで。しかもねこのパーティーの何が強いってあれなんですよ皆さん。ちょっと待ってこれどうしよう。これって行くぞ。そう軽減ループと最大 HP1.5 倍のループあったらさ、さすがに武器で HP 盛る必要ないじゃないですか。だから冬ないやつに冬盛り放題っていうねシオンとか。だからそれも耐久値ガン無視でいけるんですよ武器を。それが強い。でここにねじ込んどいて、でこうします。よし、どうしよう。待てこれまずい。待てこれ、あーまずいね。これガチまずい。あいろいろまずいね。どうしようか。すごい色組めなかったわ。ちょ木の TG 入れようかと思ったんだけど、ちょ右側がねなんかすごいなんか閉鎖してるみたいな、すごいなんか閉じこもってるんで、すごいね。お父さんに話しかけてみな。 OK さ、これで4階層まで来た。盤面縮小だったっけこの子って。うわ盤面縮小だわ。ガチやばすぎこれ。どうしよう。盤面縮小のことマジ何も考えてない。どうしようこれ。これって、ミキ、はい、これつ、待った、ドロップを5個以上つなげて消したらいいのかね。こう別に何の色でもいいんですよね。じゃあこれでいいじゃんけね。これでいいや。これでこれ耐久できてる。そう全体攻撃入れたらね他のやつに攻撃してしまう可能性があるんで、なんてすごいね。シュシュマ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 みたいな感じになってなかった今。いいね。じゃあこれ打つ。でここも耐久しちゃう。ここもこんぐらいにしといて、こんなんでいいわけですよ。よしこれでちょっと盤面縮小これ耐えよう。でこう普通の YouTuber ならこうカットするかもしれないんだけど、僕カットするのがめんどくさいんでこのままいきます。でこれってミキ、さあ闇を作ってくれダーリン。闇作ってくれた。これ水の全体入れよう。ドロップ5個以上ですよね。 OK 別に5個である必要はない。いいね。回復力も待って、いやまずい、怪しいね、だいぶ怪しいねこれ。耐えろ耐えろ、危ない。オッケー、ギリギリ耐えた。これ打つ。さあここから僕の人生を脅かされることはないでしょう。ブルってこれっていいね。さあ闇、お待って、これあ、あー木がもう一個足りねえわ。木もう一個あったらねなんかすごい TG フィーバーみたいな感じできたんですけど、ここで光の TG 入れとこう。これじゃあこうか。よしこれでよっしゃ、 TG と回復のエルジも入れたから、これ光ワンチャン乾燥するね。これ白の火力ご覧ください。これワンチャンいけっか。これどれくらい削るか見ます。いやいいね、85億いってるわ。素晴らしすぎるガチ、マジビューティフル、ガチビューティフル。これはいいね、マジ耐久値がやばいもんな。何回も言ってるけど、よしここは闇も消せなくなるんだっけ。あー闇消せなくなる。じゃあこんなにしといて、でネズコ打っていこうね。覚醒無効ネズコ打ちます。で島達ヤンドミユキ、いやマジでいいわ。いや自分でさめちゃめちゃいいパーティー作れた時のパズドラの楽しさって異常だよ。まあ今上限解放のタイミングだったらな、今 T 字となんか全員の T 字今組めるタイミングなんで、まあここねなんか若干惜しいポイントではある。でここで無効感組んじゃう。オッケー、さあ。あ、無効感組めてない。めっちゃ触れたけど大丈夫かな？回復力。あ、大丈夫そうですね。いや、T 字が素晴らしすぎる。めっちゃいった。これは普通に乾燥するね、多分。これで火力は？いや、いいね。十分すぎた。待って、乾燥しなくない？待って、待って、待って、貴族性が乾燥してない。こんなに頑張って乾燥しないんだ。どうしようかな、ここ。まあ、これって。まあ、ワンパンできなかったことも衝撃。これってこれって。まあ、でも2ターンに1回本気出すみたいな感じなんで、回復なくね？あれ？待って、これ、回復ない！待って、まずい、みんな。これ、ま、あ、待って、これ、待って、みんなまずいっす。これ、どうしようかな、待って、人生全部諦めよう。どうしようこれ、ここに、回復の街作るしかなくて。待って、これ、魂の回復の街作るしかない、これ。待って、これ、魂の回復の街作れます。こう、回復の街作ったんで、こう、回復来なかったら、これ、軽減貼れなくて負けます。いや、これ、頼む、ガチ、これ、ガチお願い、これ、お願い、回復、これ、ガース！ガッガース！全然来ない！
ワンちゃんさ、なんかすごい優しい攻撃みたいな、みんな大好き。さあ戻ってまいりましたよ。で今覚醒無効されてるんですけど、次のターンこいつ確かね光と闇消せなくなるみたいな感じなんで、一回ね覚醒無効食らった状態で耐久したいんですけど、いやこのねこのパーティーの耐久量の高さ、いやお見せさせていただきたいなと思いますよ。でここでよし、こんなんですね。いや5個つなげないといけないわ、危ね。これで、よしこれでちょっと耐久値見ようか。これ余裕で受けきれるんじゃない、もしかして。でかいくらい薬学の気球、さあ耐えれるか。ダークマジ、あー楽勝ですよ、楽勝すぎる。ガチ。でこのネズコ使う。でシワタツヤ&ミユキってカラーのこれハクですよ。でこれねさっきのあれ的にちょっとずらしました、この柴達也とあのハクのタイミング、打つタイミング両方ね、さっきはスキル1とスキル1打って、スキル2とスキル2打つみたいな感じだったんだけど、スキル2で両方上限解放あるんですよ。だから片方は常に上限解放スキル打ててるみたいな状況にしようと思ったんで、ちょっとずらした。でなるほどね。じゃあここで組んでいきます。いいねガチ最高パーティー作れた。自分でね、なんか今までなんかこれは後世まで自慢できるみたいな、なんて、後世まで自慢できるぜみたいなパーティーね、たまにしか作れなかったんだけど、いや今回のこれは後世にめちゃめちゃ語り継ぎたい。 OK、 これで、いやいいね、これで木の T 字も入れた。これはいったんじゃないか。まあまあまあ、いや闇半減あるのか。そういや、うわーきついね闇半減が、しかも無効貫通もあんのか。じゃあ柴田ちゃんのミク打つ。でこれ操作時間の上書きもできちゃうと、いや強すぎねマジで。でこいつってさ、ミリ残し発狂あるんだっけ。まあわかんないです。あったような気がするな、確かあるよね。あるような気がするんで、ちょっと適当でいっか。あぶね、繋がってる、あぶね繋がってる、あぶね繋がってる、めちゃ繋がっとる。いやこれで、しかもこのパーティーの何が強いって、これにさらに回復得るじゃありますからね。ネスト以外全員回復エルジャーあるんですよ。倒せた、急に伸びた。ごめんね、急になんか似てなさすぎるジャイアンみたいなモノマネして、急に伸びた。オッケー、25ターン吸収。じゃあシオン打ちます。で柴達也打って、カラーのハクですよ。いやマジで強い、もう一生強いとしか言えない。みんな真似していいです。あ、そうだ、マニシティっていうんだったらパーティーの紹介しないといけない。そうで、今回めちゃめちゃ自信のあるパーティーだから、ちゃんと継承の紹介するはいつも雑にこれこれみたいな感じでさ適当にやってるんで、今回ちょっと丁寧にやろうと思います。継承がですね、左からこれ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 、オッケー、代用はない、いきます。でここは闇、あここ闇だ。じゃあこのままもらいます。闇いただきます。闇いただいて、でこう消す。あー待って、ここにこうかな、繋がってるこれ、わかんない。これでよし、これでワンパンいったでしょう。回復のエルジも組んだし、でシオンの上限解放もある。まあ問題はね、これシールドを削れるかっていう、そこがガチが問題なんですけど、このパーティーシールド削れんのかな。なんかワンチャンね削れないような気がするんですけど、まあ削れなかったらね、その時ははにかむ笑顔で皆さんのなんか街をぶらりと旅します。猫を、オッケー、にゃにゃにゃう、そうめちゃめちゃ猫ぶってんだこの人。これずーで、こうやってこれは闇、そう闇がフィーバーしてんな。闇いただいて、闇もう一個いただきたい。闇が、マジ、闇が欲しいな。闇いただいて、光も欲しい。これ、幸あれ。で、久光いただいた。もういっか。オッケー、じゃあこれで。よし、T 字入れて、回復の N 字も入れてる。いや、素晴らしいんじゃないでしょうか、これは。だからどっかのタイミングで回復、あ、なんか、ドロップ50つなげるの忘れそうだな。いやでもあれか、別に軽減じゃないのかこれ、火と闇属性の全パラが 4.4 倍だから別に消さなくてもいいのか。耐久するときは闇とか行くさえ消せばいいみたいな感じか。 OK、 じゃあ最悪すぎ、マジやってることが犯罪者。これ打って、ミユキ、はい、これも打つ。これ闇とか行くだけ消そう。 OK、 こんなんで、うわーちょっとダース、いくらガッダース、誰だ、ようかさんつけたやつ。あー、すごい美味しくいただいております。次シオンでいこう。シオンの上限解放もあるから、これはいったね、さすがに。待って、これあの充電させておこう。これ充電、これ充電が大事です。これって、はい、
わかります。オッケーオッケーオッケー。で、シオン撃っていこうか。いいね、ここが闇で、ここで回復の L 字、ここで組んで蓋もする。わー、これどうしよう。キーいただきます。これキーくれー。オッケー、キーいただいた。光、あー、光くれ、光、あー、わからん色が。これでこう、これでいいか。今オッケー、これで、いや、これはだいぶ軽く出す。ハクが、ハクめっちゃ軽く出してくれると思います。あ、でも条件でも凝ったんじゃないのか。いや、いいね。武器属性、これあれですね、あの T 字2個組まないと乾燥しないのかも。さすがに無理やで。クリムゾンバリア殴っていこう。いいね。マジで強すぎる、このパーティー。なんなんだこの強さ。これって、マジで楽しい。何より使ってんのが楽しすぎる。マジパストラー最高だぜ。さ、ここで、どうしようかな、ここ。こう組みます。いや、パズドラの案件もらいたいね。もうすごいね、めちゃめちゃ楽しそうにプレイするわ。いや、新マンチとかね、どんだけクソゲーでもね、めちゃめちゃ楽しくやろう。これ、闇の T 字も入れちゃおう。なんか、OK さ、これで、闇の火力を跳ね上げていく。よし、これでどれくらい入る？いや、いいね、85個乾燥してる。光も乾燥してるわ。強すぎ。じゃあこれ光の無効貫通とか入れてもさ、ワンチャン乾燥するのかな。これ変色ルーレット、変色じゃない、あー、変色じゃないね。これ光の無効貫通入れる、光の無効貫入れたらさ、ワンチャン次耐えれんね。耐えれるじゃん。半分いけんね。あ、いけるわ。これさっき白だったから、無効貫通あんまダメージ入んなかったんだけど、今芝達也なんで、芝達也のね、あれが副属性闇に変更してるんで、芝達也で無効貫通入れた方が軽く出るんですよね。めっちゃつながっとる。すごいつながってる。衝撃のつながり具合、こんなつながります？マジでつながってる。僕とあいつの親友の友情並みにつながってる。あいつ誰やねん。知らない人が登場しました。僕も知らない、そいつ誰。ボルカニックブレイズ、これ撃って、ミユキ、はい、シオン撃つ。無効貫もマッチャいけるよね。でも、あ、いけると信じていくわ。無効貫組んで、イエス。あー、これどうしよう。ここキー置いて、なんか謎のあれ入れちゃったけど、うん、いいんじゃない、こんなんでね。なんかキー謎に L 字入れたけど、この子がね、一応 L 字になってるんで、アシスト無効回復枠にしたんだけど、その L 字も火力入る。いや、いい火力ですよ。ヒートクリムゾン、いいね。これもう余裕で受け切れちゃうと、いや、楽勝すぎる。ガチでボルカニックペイン、行くぞ、行け。で、からのこれ、もう毒も怖くないですよ、こんなに消せるんで。変換が多いんだよね、このパーティー。で、痛ーい、待って、痛すぎ、ガチで。すごい痛い、めちゃめちゃ痛い。いや、僕の中学生時代ぐらい痛い、ガチで痛い。これでいいか。何かこうなんで、よし、カイクルの L 字とあれ入れてから耐えられる。あー、すごい、カイクルがエグいわ、マジで。そんなにエグい、このパーティー。レスゴ入れてるだけなんだ。あ、あれだわ、シオンのあのリーダースキルが、闇属性の回復3倍あるから、それで跳ね上がってんだ。いや、マジ強すぎないじゃん、このパーティー。ガッ、強いわ。で、これって、行くぞ、ミユキ、はい。で、これって、で、神エンハ、ハクの強い、ハクの強いところが、回復、あ、消えたから読めない。神タイプと自分の攻撃力が2倍みたいな感じなんで、これ神タイプハクしかいないんですよ、ちなみに。この場で、あ、いるわ、ネズコがなんか神付与されてる。まあでもこの子火力出さないんであれなんですけど、だからハクが自己炎波と、自分の攻撃が4倍と、なんだっけ、神タイプの攻撃が2倍なんで、自分の攻撃はなんかめちゃめちゃ4倍ぐらいまで跳ね上がってるみたいな。すごいね、言葉に詰まりまくって、結局何を言いたかったのかわかりません。これでいいや、これで加算足りてる。にゃー、ギリギリ、危なすぎがち。あ、でも2個も加算あるんだ、すごい。加算あったわ、そういえば。あ、加算少ないけど、このパーティーでも3、2、7コンボ加算あんのか、このパーティーじゃ。いや、強すぎガチで。いや、ぶっ壊れチート最強だ。ね、ここからですよ、問題は。ガチここからが問題。これ、シールド削れんのか問題があります、ここ。ね、どうしよう。
とりあえずこれ打って、わあ、クレーミー嫌すぎる。なんでネズコクレーミー持ってないんだろう。クレーミー持ってそうだよね。なんかこの人鬼だからさ、鬼だからなんかクレーミーも僕いけますみたいな感じになってないんだ。めっちゃ女の子だった。闇、ここが闇ね。じゃあここで、あ、もうどれが闇か分かんなくなった闇が分かんなくなりました。ここで、こうかな。よし、これでさあ木の TG 入れたから火力もちょっと上がってる。いや、これでどんぐらいいくんだろう。いや、これ削ってほしい。ガチ削ってほしい。ゴリオさんが楽勝、楽勝だわ。マジ余裕でした。いや、強すぎガチ。だからこの問題白ですよ。白がカーソル金のかっていう、そこね。ね、これって光は負けすな、はい、いいね、光残った。これ TG 消せるわ、TG で。これってよし、いいね。これ持っていこう。じゃあここで弓も伸びてますからね、この場で。痛い、待って、やばすぎる。ちょっと待って、パーツ下手くそすぎ。木の L 字入れた、うますぎ。これでいいね。よし、 T 字も2個入れてる。加算足りた、足りてると。いいね、これはいったでしょ。ハクが、あー、いいカウント。あー、強すぎ強すぎ。あ、このバーディーぶっ壊れ、チート最強、環境1位更新、ガチ強すぎ。いや、今新戦時が最難関とはいえさ、いや、新百式この前来たじゃないですか。そのこの前来た最難関をこんな楽勝に勝てるパーティーある。いや、まあありふれてるけどさ、めちゃめちゃあるんだけど。削っていこう。これ今シオン使ったんで、これめっちゃ軽く跳ね上がるね。でここキー持っていこうかな。キー持っていきます。痛い、待って、痛すぎる。ただ回復力がこのパーティーめちゃめちゃ高いということを私さっき確認しました。なんでこんなんは余裕のよ、ちゃんちゃん。これで、まあこれ闇の T 字も入れたいけど、まあ入れなくても完走するでしょ。よし、さあ、なんか変なことやってミスるの方がやばいんで、よし、これでいいね。回復力は素晴らしすぎる。半分までいっか。あー、さすがにね、いかないけど、いいんじゃない。いや、強すぎるんじゃない。ガチ強すぎるかもしれん。いや、マジ強すぎるパーティー作っちまった。ハク打って、耐久値いくつなんだろう。これ HP に持ったらさ、なおどれぐらいいくのか見たいな。これネズコはさ、一応全パラ強化に HP プラスつけたんで、めちゃめちゃ HP 上がってるんだけど、これシオンとかもチーム HP あるしね。これ結構強いんじゃね、やっぱり。でここは普通に削るしかないかな。あ、でも一応光ある、光ここで消しとこう。でここで無効管組んじゃおう。オッケー、組めた。待って、すごい回復ありすぎじゃね。回復がすごいある、これ。木が消せない、すごい、逃げ道がなかった。いやあれでやったら消せた。まあいいか。これで一回削ります。いいね、火属性でもなくなったから、ここからね、なんだっけ、火属性のダメージも入りやすくなる。で、柴達也&ミークってダメージ上限値96。はい、でこれちゃんと削れるのは偉いわ、このシールドね。ワンチャンシールド削れないパーティーなんじゃないかなと思って、追い打ち入れた方がいいのかなって、ダンジョン入ってから悩んでたんだけど、ダンジョン入る前に悩めや。あ、これ、うわー、これでも光届かないや。まあこれどうしたらいいんでしょうか。なんか組み直したらいいんだろうけど、ちょ、めんどくさい。これいきます。まあ多分削れるでしょう、こんなんでね。さっきの削り感的に多分いけると思う、こんなん。いや、強すぎね。いや、ガチ強すぎ。まあパーティーが全員軽く出せるパーティーだからいけるのかな。なんか結構なんか、なんていうの、サポートに全振りみたいなキャラ入れすぎたら完走しないけどみたいな感じなのかな。これって行くぞ、ミユキ。で、ハク打ちます。で、これデバッグも返す、エンハンスの。いや、強すぎる。マジ強すぎる。ここで、いいね。光ある？これ。まあ、光は、ないのかな？これ。あー、なさそう。うわ、めちゃ繋がっとる！やばいかも！めちゃ繋がった！回復の L 字。これワンチャンシールド壊さない可能性あります。いや、壊してほしい。楽勝！いけるんだ！
マジ強すぎ。もう一生強すぎしか喋れないなんか縛りみたいになってるぐらい強すぎって言ってる。でこれってミキ、はい、ハク打っちゃいます。オッケー。でここでまだ倒さないと思う。じゃあだからここで組む、こうね、うまいんじゃない。うますぎるね。ガチうますぎる。な、行列のできるラーメン屋さんくらいうまい。オッケー、これで。ただ僕の例えはうまくない。オッケー。さあこれでいいぐらいに削ってほしい。次で倒せるぐらい削ってほしい。オッケー、次で倒せるね。決めに行こうか。最後決めに行きましょう。これ耐久できてる。あ、しかも闇も作ってくれてサンキューね。これ耐久力上げるとかなんかある？なんもないです。じゃあここでこれつ。いくぞ、ミキ。でシオンも撃つぜ。で吐くですよ。いやこれは倒した。さすがに倒しました。でこれ多分色を取り出せるのはむずいと思うんですよね、このターン中で。まあ木とか光も取り出せたらいいんだけど、まあ頑張ります。何も考えず始めてしまいました、パズルを。闇回復くれ。回復いただいた。でこれ木いただきたい、木いただきたい。すごい木が補修です。これ木いただきたい、ありがとう。ここでなんかいろいろずれた。無効貫通にもなってない。全部ミスった、人生全部ミスった。これ削れる、これ倒せ、もうゴリ押して倒せ、ゴリ押せ、ガーゴリ押し。チャンネル登録をめちゃんこしてほしい。